はい、引き続きですね、当日の心構えということで、まあ、直前期どんなことをしたとか、まあ、当日なんかその心がけたこととか何かあればお話しいただければと思います、はいはい、そうですね、直前期はもう、先生のこう授業で使ったレジュメの復習、それと、まあ、授業でやった過去問の復習をひたすらやりました。多分3、4往復ぐらい全部やりました。全部やりました。なるほど。それ実際し当日の試験ってどうでした？はちょっと全然その、まあ、勉強してた内容とは違ったんですよ。そうですよね。パスタがどうなったってやつもね。はい。どうだったですかあれは。まあ、ただやっぱりこうどう論理的に話をこう展開しするのかと、小論文をどう論理的に書くのかっていうのが、うん、まあ、テーマなのかなっていうところで、うん、でそこはもうずっと先生の授業でですね、小論文の特訓をずっと受けてたので、はい、もう全くあの詰まることなくというか、あ、それなりに書けたんだ。はい、あの結構難しいよね。あ、そうですか。はい、そうでもなんか、まあ、理系だしね、数学的な感じだよね、あの問題は。あんまりちょっとその数学的には答えてなかったと思うんですけども、もう本当にその正解がないというか、パスタの問題みたいな。パスタ、そうですね。パスタ、ね、あの店主が寝坊してパスタを作るか、ピザを作るか。そう、ピザを作るの。はい。多分どっちでもいいんですよね。はい、そこをこうどうその論理的に書くかっていうところだけをこう意識して書きました。うん、でそれはできた感もあったんだ。まあでも、あ、これはもう間違いないなっていうのはやっぱり思えないですよね。そのちょっと問題の特性的にこれでいいのかなっていう感じはありました。ただその、まあ、論理的には書けたなと。あとその字数をきちっと埋めることができたなと、うん、結構言われてたんですよね。その何文字か書かなきゃいけないと。あと時間内も全部終わった。そうですね、うん、なのでまあ受かったかなぐらいには思った。書き終わった後には思いました。それは良かった、はい、じゃあ実際にまあ発表も1時2時の合格発表があったんだけど、まず小論の後の1時でね、そうですね、一時発表は、はい、まあもう合格するっていうのは予測はしてた、するかなぐらいで、まあ、あの確信は持てなかったんですけど、そうですね、はい、して嬉しかった。そうですね、とりあえず、はい、ほっとしたというか。なるほど。一時はそんな感じでしたね。なんで一時受かって二時に行ったわけじゃないですか。二、時はどうでしたか。はい、面接ですか。はい、はですね、まああのその先生と長谷川先生と直接こう面接をこう する、はい、するのがあの二次試験でして、他にもあと二方ぐらいいらっしゃったんですけど、はい、結構その時の反応であのあ大丈夫かなっていうふうな、あもう、まあ、その時にすごい好意的な感じで、はい、お話ししてる中で、はい、途中であもうこれは大丈夫かなっていうふうに思った、思いました。あ、じゃあもう二次も発表ある前に、はい、結構いけるかなと思った、思いました。はい、あただ本当にじゃあ受かってあのそのファミリービジネスもあの栃木県なんですね、はい、栃木県から通わないといけないっていうところで本当大丈夫かなっていう、まだ仕事にも慣れてなくてですね、うん、学校もそのタイミングで一緒に始めて、そっちのなんかこう不安というか心配が逆に強かったですね。受かったことの喜びも、まあ、もちろんあるんですけど、はい、実際行けたなんとかなります。なんとかなります、はい、そうで、はい、じゃあまあ一時小論があったり、まあ、出願書類があったりいろいろやった中で、まあ、一応合格の決め手は石川さん何だと思いますか。それも間違いなく研究計画書、ね、あ研究それはどんな点からそう言えるんですか。どんな点から、はい、やっぱりなぜそう思うの。そうですね、まあ、小論文とかって結構こうある程度みんな書けると思うんですけど、うん、でそこである程度こうボーダーは引かれると思うんですけど、その次にじゃあ例えば僕はそのプロモジュールで、長谷川先生に対してこう、まあ、あの試験を受けてるわけでして、そこでじゃあ先生が僕をなぜ選ぶかっていうのは、その自分のこうオリジナリティみたいなのを見せるのはあのまず研究計画書なのかなっていうところで、そこが一番かなと思いましたね。研究計画書、はい、まあ実際そうですよね、はい、あのすごい苦労して作ったし、ええー、
でも小論文そんなにみんなできるわけでもないし、あれあの、あ、そうなんです、分かんないけど、どう どうなんですか、自分がじゃあ全然勉強してなかったらどう、は書けないですよね、難しいよね、あの問題はね、それなりの知識も必要じゃん、すごい深い知識じゃなくてもいいんだけど、なんか見た時にはこれはブランディングの知識かなとか、大雑把な知識が必要ですよね、確かにそうですね、そういうのがまあ知らず知らずにこう自分の中にこう、まあ、先生の授業を通じて入ってきてたのかもしれないですよね。あ、じゃあやっぱり講座を受けた、はい、前と後ではもう全然違う感じ、あ、もちろんもうあの、受けてなかったら、まあ、僕の場合はですね、他の方はその受けそういう予備校に通わないでも合格される方いますけど、はい、僕はもう本当に知識もなかったし、経営全然経営学の知識なかったし、もう絶対受かってなかったな。何学部出身？工学、建築学部です。そうそうそう、全然やってないわけか。なるほど、わかりました。まあそんな感じなので皆さんもですね、研究計画書に力を入れていただければと思います。じゃあセカンドパートはこれで終了です。